雑談生配信今日もやっていきたいと思います。ということでですね、今日は東京にいまして、いろいろやってました、競馬の生配信ね。今日は見事、まあまあの馬券を当てましてですね、プラスで終わることができましたということで、今日からですね、まあ明日からなんですけども、クリスマスキャロル2022の、稽古が私も始まるんですけれども、本稽古始まるんですけれども、それに先立ってですね、今日、クリスマスキャロル2019、3年前の公演ですね、こちらの方をですね、YouTube にてですね、プレミアム公開させていただきます。1週間程度かな、いつでも見られるような状態になっておりますので、ぜひですね、公演、楽しまれて、ください。でもしですね、気に入っていただいたらですね、この配信を見た、配信見ていただいたらですね、ぜひ、本公演の方ですね、12月の7日から13日、東京キネマクラブ、ウグイス谷にある東京キネマクラブにて、やりますので、ぜひそちらの方にも来ていただければと、そういうふうに思います。ですね、まあ今年の公演はですね、前にもお伝えした通り、大幅にセットもチェンジいたしますし、床面と背面に LED パネルも、まあ、貼ってですね、わざわざ電源車用意してですね、セットめちゃくちゃ凝ったものにしますし、ダンスをフルリニューアルいたします。そしてですね、料理も、新進気鋭のベージャフロールの佐藤光大シェフですね、そちらの方にですね、依頼をしまして、完璧な料理をですね、仕上げていただくということで、ぜひぜひお楽しみにしておいてください。クリスマスカール2020の公演もですね、この2019のプレミアム配信が終わった後ですね、配信予定になっておりますので、そちらの方もですね、合わせてお楽しみいただけると幸いでございます。そしてまだ今年の、配信日程は決まっておりませんけれども、クリスマスキャロ2022はですね、ゲネプロ公演にですね、たくさんのカメラを入れてですね、プレミアム配信しようというふうに思っておりますので、そちらの方もですね、ぜひぜひ、要は劇場見に来れないよ、チケット買えないよみたいな人たちはですね、ぜひぜひそちらの方から、入っていただけるとありがたいでございます。はい、それでですね、本当に明日から稽古が始まるんですけど、僕ね、ミュージカルの稽古で一番苦手なのはダンスの振り付けなんですよね。どうにもステップとこう体を動かすみたいなのが、覚えるのにね、人の10倍ぐらい時間かかるんですよね。はい、もう僕の超苦手科目、ダンス。まあ、自分が言い出しっぺなんでしょうがないんですけど、今回振り付け全部変えるっていうことになりましてですね、新しい振り付け師の、方にも入っていただいてですね、なんかどうやら稽古場に行ったプレイ稽古って言って、主に初心者というか初めて出る人たち向けにですね、プレイ稽古ってのやってたんですけれども、そちらの方で、どうやら僕のデコレーションマニアっていう歌もダンスが変わってたということで、マジか、やっぱりそうか。まあやっぱりそうかですよね。そりゃね、振り付け師変えるわけだから当然変わってますよねみたいな話で、まあ明日以降ですね、戦々恐々としております。大変でございます。そしてですね、明日以降、明日はね、クリスマスキャロル記者懇談会みたいな感じで座談会形式で、クリスマスキャロルの魅力をですね、マスメディアに対してお話をするなんていうことも、予定しております。まあ、さらにですね、チケット販売生配信、チケットを手売りしながらというか、ネットで売りながらですね、配信をするっていうのも、予定しておりますし、まあ、実際にですね、リアルのチケットをですね、手売りする、チケット手売り会もですね、実は準備をしておりまして、ぜひですね、都内のどこかでね、やる予定でありますので、ぜひその辺も来ていただけるとありがたいです。今後もですね、紙のチケットをですね、実際に売っていくっていうようなことをですね、本当にやっていきたいなと思ってますんで、ぜひぜひ、そちらの方もですね、機会が。